マイクフルの DIY。 皆さんこんにちは、マイクフルです。今日は紙でこのような色とりどりのロゼットを作っていきます。すべて100円ショップで売っている折り紙を使って作りました。裏はこんな風になっています。表のひだがポイントです。準備するものはこちら。まずひだの方になるような折り紙、そして真ん中のところになるような折り紙、今回は2色使いました。道具はペンと定規、ハサミ、糊とセロハンテープ、そしてある人はこのクラフトパンチが便利でした。 2.5 センチの直径のやつなのですが、なければ何かで型を取って使ってみてください。では作っていきます。折り紙の周りのひだのところになる方をまず作っていきます。ひだは細長い折り紙を使っています。 1.5 センチ幅に印をつけて、画面から切れてしまっていますが、反対側も 1.5 センチのところに印をつけます。そしたらその点同士を結んで、細長い 1.5 センチ幅の紐、折り紙の紐みたいなのを作ります。切るときはハサミでもいいし、カッターでも大丈夫です。ハサミを使うときはできるだけまっすぐ切れるように注意して切ってみてください。 1.5 センチ幅の紐状のものを4本作ります。1本は最後に使うのでちょっと端に置いといて、残りの3本を端同士を留めて長い紐状のものにします。セロハンテープで裏で留めるだけで大丈夫です。裏同士をこのようにセロハンテープで留めます。次に真ん中の無地の部分を切っていきます。最初にご紹介しましたクラフトパンチを使います。丸は合計3つ作ります。クラフトパンチがない場合はマスキングテープの中の円とか 2.5 センチぐらいになる円を見つけて型を取ってください。3つできたら1個は糊付けをして、もう1つに重ねます。これは表につける方が、1個だとちょっとボコボコしてしまうので二重にしてちょっと強さを出しています。もう1つの重ねてない方の丸を使って、その上にひだひだの部分を作っていきます。まず丸の部分に糊をたっぷりつけます。できるだけ乾きが遅いやつの方がいいです。速乾性だとちょっとすぐ乾いてしまうので。で、端を5ミリぐらい、これぐらい折ります。そしたら1箇所真ん中に、線の延長が真ん中に来るようなところに置いてから、1回折って、ちょっとずつ斜めにしながらひだを作っていきます。1センチぐらい折って、ちょっと斜めにして、中心に近い方は1ミリずつずれていくような、中心から遠い部分は2ミリずつずれていくように、このように編んでいきます。これは慣れるまでちょっと練習が必要なのですが、餃子の皮を作るとき、餃子の皮を閉じるとき、そんな感じのイメージでどんどんひだを作っていきます。回転させながらやるとやりやすいと思いますので、ぜひそのようにやってみてください。全部同じぐらい曲げて、同じぐらいの角度で回していきながらやるのがポイントになっていきます。同じ調子でぐるっと一周回るまで、このようなひだを作っていきます。だいたい15センチ幅の折り紙3本をつないだ45センチぐらいで一周します。最後の方まで編めたら、一度折り紙を折り返して最初の折り紙の下に入れます。形を整えたらこれでひだの部分は完成です。そしたらさっき二重に作った丸を裏に糊付けして貼っていきます。本体ができたら今度はタレの部分を作っていきます。タレ用に先ほど横に避けた紙を半分に切ります。裏側に糊付けをして両方2枚とも貼っていきます。そしたら下の部分をお好みの形に切ります。今回は V の字に切りました。
切れたら簡単可愛くすぐできる折り紙で作るロゼットの完成です。可愛くできました。真ん中にメッセージを書いても可愛いですね。カードに貼ってみたり、裏にクリップをつけてラッピングに使ってみてもいいと思います。みんなで作ってみて、できたの脳みそシュワシュワを味わおう。簡単可愛くすぐできる折り紙で作るロゼット、いかがだったでしょうか。動画へのグッドボタンやコメント、あとリクエストもお待ちしております。まだの方チャンネル登録もぜひぜひお願いします。さて次回はマステで簡単コインのぼりピックの作り方をご紹介します。次の動画を見てくれたら嬉しいです。あやくふるでした。バイバーイ。